ではエスカレ編やっていきましょう。あれこれなんか関係あるんだっけ。マナの木知ってるよ。そんなのない、分かってる。いや俺は知ってるよ。魂はなくならない。ガイアに会いに行こう。でもまあこれも基本会話だけだからね。ガイアの知恵、第一の顔ガイア。はい、私に分かることなら何でも答えよう。友達が悪魔の呪いを受けて命を落としかけている。助けてあげたい。友達が望むことをしてあげればいい。彼女は私に何か求めたりはしない。運命として受け入れる。それを受け入れなさい。その人の言葉を理解しましたか。諦めるなんて弱い心から生まれてくるもの。彼女は私よりずっと強い心を持っていた。悪魔が彼女を変えた。この悪魔と対峙するのがこの話のあれかね。人は自分を自分で決める力を持っている。ところで読めとかそんな呼び方されてもちょっと困るんだけど。こんなおっさんに、おっさんというかもう老人だよね。それじゃあ、持たざる者の指輪、これなんか経験値分ける役割があるみたいだね。ガイアの知恵終わり。シルキー、悪い妖精の呪いがかかっている。おまじないしてあげよっか。お願いします。私のお願い聞いてくれる。聞いてあげましょう。はい、おまじない。ここは妖精の国に一番近い妖精の森でも、近頃妖精たちが変な動きを感じる。それを調べてほしい。はい、調べてきます。じゃあお願いします。うごめく森。人が倒れている。精霊力を持っていない。こんなクズはいらん。我らの女王となる者はもっと強い力を持つはずだ。司祭を連れてこい。司祭は一十百千万十万歳も過ぎたような年寄り。そいつでいいのか。黒竜王アーウィン様の話では26歳のはず。黒竜王様の間違いではないか。来たる日の女王となるから26歳のはずがない。前の女王は28732歳だった。新しい女王は妖精ではない。人間はせいぜい500年くらいしか生き、そんなに短いのか。もっと短いとも聞く。しかし黒竜王はなぜ人間などを我らの女王に。お前たち何をしている。うお、切りかかっている。大丈夫か。ちょうどいい。この修道場、ロシオッティのところへ連れてってくれ。ここからすぐ東に行けばロシオッティがいるから、彼を頼るといい。彼は7賢人の一人、力になってくれるだろう。いいえ、賢人など前おかしに頼らずも自分の足で帰ります。まあ意外に元気だね。妖精たちがいつの間にかアービンの下僕になり下がったんだ。お前はもう帰れ。ここは妖精の森。また人間と妖精との間で戦争になる。ここでは避けられる戦いを避けろ。とは言ってもね、人間がこんなところに何しに来た。無用のものは立ち去れ。え、なんか問答無用だな。とりあえず倒そう。愚かなのは貴様だ。我が秘技ドラゴンテイル、貴様に味わわせてやる。これがジュミを救った力だ。あとはこのまま切り刻む。それだけの作業。ゲッ、弾かれた。しかもピョってるし。やるではないか。少し連射力を早めるか。足技早すぎた。こいつ結構鬱陶しいな。ピヨらせる力を持っている。ならばこちらも脳天カードだけ割り。
当たんねえんだけど。ちっちゃいやつはちょっとめんどくせえな、技当てんのが。このレンジから切り刻めば。しかし運命の剣を持ってしてもそれなりにかかるか。最後切り上げ、900。結構持ってんだ。後の方に来たからかな。妖精たちの中には人間に反感を持つ者がたくさんいる。どうしましょう、ロシオッティ様。寝てる。なるようになるでしょう。そんなんでいいの？うごめく森、終わり。エスカデって男知ってる？長い間行方知らずだったけど、マチルダの幼なじみ。今この中へ入っていった。他の人は通すなって言われてんだけど、構いやしない。入ろう。夢見の間、二つの炎。マチルダ、俺が奈落に落ちた日から10年しか経ってないはず。たった10年でなぜお前はそんなに年老いた？エスカで生きていた。大切な友達を2人同時に失ったあの時からまだ10年しか経っていない。あなたと、そしてアオイ。悪魔を気遣うのはやめろ。奴は己の野望のため君から精霊力を奪った。君が10年でそんなにも老いたのも悪魔のせいじゃないのか？アーミンを責めないで。私は少しも不幸ではありません。誰だ？立ち聞きとは恐れ入るな。事情は飲み込めたかい？飲み込めた。余裕だそいつは良かったな。だったらもうさっさと帰れ。あなたももういいでしょう。帰ってちょうだい。俺は奈落で七賢人の一人オールボーンから剣を学んだ。悪魔を倒すのは賢人の意志。エスカで、私二人が生きていると知ってとても嬉しい。それだけでいいじゃない。忠告しておく、油断するな。大した忠告じゃないよね。油断するな。アーウィンのこと聞く？聞いておこう。アーウィンとエスカデ、私とマチルダ、4人は幼なじみだった。マチルダは司祭の家、エスカデは騎士の家、両家は王家を支える両輪だった。私の家はもともと僧兵、寺院を体を張って守ってきた。アーウィンは悪魔の血を引いた。生まれや育ちについてはよくわからない。でもこの世界、悪魔だとか妖精だとかそんなことにこだわる人はいない。マチルダだってエスカデとアーウィンと同じように接した。エスカデはそれに嫉妬した。アーウィンは鉱山に追い込んで奈落へ突き落とそうとした。結果的にエスカデが奈落に落ちてしまった。エスカデはアーウィンが災いを起こすなんて言って回ってるけど、ネタを種をまいたのは彼。自業自得じゃねえかよ。10年間何もなかったのにどうして今になって。いや、アーウィンのことはもう大丈夫。倒れている。どうした？グフ。まあ生きてはいるか。おう、我らが王のために。お得意とワープだな。待て、油断したお前が油断したんかいあいつは修道の女じゃない、偽物だ。すまねえ、力を貸してくれ。エスカレの忠告には従っておくべきだったな。油断してしまったのか。マチルダ様がさらわれた。出口を固めて。アーウィンの手のものだ。一体どうするつもりだ。俺はアーウィン様にのおぼしめす通りに音をお運びするだけさ。ケケケ。この聖域からそんな魔法で抜けられるものか。一応そういう魔法があるんだね。俺は使えないけど。見失った。くまなく探したつもりだが、ここは広すぎる。どこかに潜んでやり過ごす気でいるかもしれん。もう一つ、古い時代に高僧が瞑想のために使った部屋がある。そこは封印されている。もしかしたらそこに隠れているかも。それはどうやって開けるんだ。有事には開けてもらえるよう手配はできる。
ここの警備も万全とは限らん。すでに抜け出したかもしれないが、もう少し探してみる。封印の部屋まで案内してもいいけど、どうする？案内してもらおう。よろしくお願いします。早い、一瞬で着いたな。あ、いる。誘い出されたとも知らずに。ふざけてられるのも今のうちだけ。マチルダ様、ご無事ですか？そんなアーヒに近づいて大丈夫？こちらへ。いや、なんて、めっちゃ大丈夫なんだけど。マチルダを傷つけるわけにはいかん。連れて出るがいい。アトラクションはそれからだ。なるほど。マチルダをアーウィン様のもとへ連れて行くのはお前たちを始末してから。せいぜい楽しもうじゃないか。それが貴様の最後の言葉でいいんだな。ガンプの魔人みてえだな。追い込む。ゲッ、技使ってきたか。おお、いて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 、結構いった。敵の強さがちょっとわかんねえな、これ。今のとこやっぱりストーリーの順かな。それなりに強いね。最初の方に出したはずなんだけど、これ自体は。しかし運命の剣を持っている俺には、ゲッ、めんどくさい。あいたた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 、吸収された。しかしこの神の一振りにかかれば、貴様もただのザボよ。ダンプの魔人、消えよ。こいつヌンチャク持ってんね。全然使ったことないけど。レベルアップ、900。エスカで聞いて。マチルダ、私が言う。あなたは静かにしてて。私が言うわ、エスカで。私は司祭になんてなりたくなかった。自由でいたかった。アーウィンは私を規律ずくめの生活から解放したかっただけ。いつまでも悪魔に心を奪われているんじゃない。目を覚ませ。アーウィンが君から奪った力をどんな風に使うのか想像したことがあるのか。もういい、出てって。マチルダも少し眠らないと。自分の体のことを少しは分かってちょうだい。君は昔から俺の耳には、俺の話には耳を貸さなかった。だけど悪魔に力を与えるわけにはいかない。静寂だけが私を愛してくれる。バカなこと言わないで。ミスリルキン。二つの炎、終わり。マチルダ様がお呼びになってます。通ってください。夢見の間、度重なるご無礼をお許しください。実は頼みがあってあなたにここに来てもらいました。ダナイがいなくなってしまった。ダナイはアーウィンと直接話をしたいと言って飛び出した。切り返してきません。無理に連れ戻す気はありませんが、どこにいるかだけでも調べてもらえないでしょうか。わかりました、やりましょう。流れゆく者たち、キルマコ。妖精と人間、違いがどこだかわかるかね。これ見た目、目で見るもんじゃないんじゃ。頭の中に直接映るもんじゃんじゃ。違った。見た感じといっても実際に見た感じのことじゃ。感じた感じ、難しいの。妖精の輪に飛び込めば妖精の国へ行けるかもしれん、行けないかもしれん。さっきそういうことを聞いていった女がいた。一人で考えとった。ダナイがいる。もしかして私を追ってきた。はい、ありがとう。でももっと遠くへ行かないといけないみたい。トートの話は聞いた？聞いた。アーウィンに会うためにここに来た。彼が妖精界に身を隠していたってのは本当のことみたい。彼に会って本当の気持ちを確かめたい。マチルダの力が欲しいの。エスカデに復讐したいだけ。あなたには関係ない話ね。さようなら。割とランランな歩き方だな。
悩んでいるものとは思えん。何をしに来た？ダナエ、ずいぶん立派になったな。妖精をかき集めて何をしてか好きだ。妖精はお前にしたものか。さて俺に一体何ができるんだろうな。答えな。言いなさい。マチルダをどうするつもり？行動で倒れた時から年を取り続けている。エスカではあんたがマチルダの精霊力を奪ったせいだって言っている。どうすればいいと思う？死んでいく人間を前にして私は何ができると思う？さてね、困ったもんだね。あんた寝てんじゃないの？あんたが奪った精霊力マチルダに返してやれないのか聞いてんの？マチルダに伝えろ。すべてが崩れ落ちるときすべて意味だったとわかる。なんて力だ。ダメだ、間に合わない。これは妖精界へ行ったということか。俺はアーウィン様は儚き者すべての影を消し去ってくださる。そして永遠が始まる。なんか来たんだけど。なかなかカラフルな獣だな。しかしぶっ飛べ。ちょっと鳴き声がかわいそうなんだけど。あーもう技使われたか。技を使える隙も与えたくない。とはいえやば、このターンで殺しきった。経験値無音殺、なかなかかっこいい。どうでしたか？ダナエについて何か分かりましたか？妖精界へ行ったものだと思われる。アーウィンが妖精界にいるということでしょうか？これ以上問いません。ありがとうございました。私も以前はよく妖精を見ていました。エスカレには妖精が見えなくて、私が妖精と話をしていると彼は怪訝な顔をしていた。つい先ほどもエスカレが来ていてその話をした。彼も最近ようやくぼんやりと見えるようになった。まだこの近くにいるかもしれません。マチルダ、あなた誰？久しぶりだねマチルダ。覚えているかい？私の名はセルバ、風の王セルバ、七賢人の一人。そう、君が生まれた頃はここへはよく来ていた。君のこともよく知っている。ならば私がアーウィンに精霊力を奪われたことも知っている。知っているよ。時代が変わるときには何だって起きる。時代、セルバ様には未来がわかる。エスカデア、アーウィンはどうなる？未来はそこを歩む者が決めなければいけない。君やダナエ、エスカデア、アーウィン、ルリ、真珠姫、ラルクシエラ、それに先ほどの嫁。君もそう思うかい？その言葉を聞きたかった。そんな滅相もない。七賢人の決めることに私が口を出すなど。煉獄の主オルボーン、大地の顔ガイア、獣王ロシオッティ、海を渡るトート、語り部のポキール、そして風の王セルバ。あ、こいつらが七賢人。あれ、今は6人しかいない。確かに。あなたがやがて7人目の賢人になる。どうして私はこの時代を立つ草人となった？確かに私の身勝手が世を乱した。アーウィンを愛していました。ならば裁きこそ我が定め。このまま生きていることを許しください。マチルダ、君は誰を愛してもいい。人は皆光、人を照らしながらその後ろに影ができることを恐れている。でも私は見てきた。影なんてどこにもない。この意味がわかるだろう？全然わからん。私は影ばかり見てきた。見るのは未来だけでいい。罪の意識は君を記憶の檻に閉ざし鍵をかける。
鍵を開けて、マチルダ。自分自身を許せない人が一体誰を許せるというの。もうすぐ時が動く。人は自由になる。流れゆく者たち、終わり。大地は記憶する。星のすべてを。大地は教える。過去のすべてを。石たちが歌うとき草木は芽吹く。草木芽吹くとき影なき光が大地を照らす。とかなんとか言ってます。ホーキール、夢への誘い。誰だ。え、魔族じゃなさそうだな。何、もう俺はアーウィンを探している。アーウィンは悪魔の血を引いているだけじゃない。考え方も行動も何もかも悪魔そのものだ。今のうちに叩いておかなきゃいけない。これは過去世界か。今はおとなしくしていても必ず災いを引き起こす。バカなマチルダ、一体なんであんな奴にそそのかされて寺院を抜け出したりするんだ。追っていこう。ポーキール、先を急ぐかい。はい。ワープさせてくれんのかな、これ。結構優しいよね。こっちだ。もうダメ、息がガスが出てる。俺はいいが、お前やエスカデには辛いかもな。出口は崩れちゃった。わからない。でも向こうはガスが濃い。どこかで少ししのごう。ここなら大丈夫。どうしてエスカデはあなたのこと嫌うのかしら。悪魔だから。どうした、出口は大丈夫かしら。入り口の方だ。朽ちかけていたからな。私最初は少しワクワクしてた。初めて自分から寺院を出た。でももういや、怖い。君には精霊の加護がある。君は代々精霊の祭りの司祭を務めてきた。たとえ俺が朽ち果てても君は死にはしない。私は司祭になんてならない。司祭は悪魔と友達でいたらいけない。友達なんかじゃない。俺はお前を食い尽くしたいだけ。そんなの嘘。私奈落へ行きたい。私もあなたも大人たちのわがままに振り回されてばっかり。闇は嬉しくないな。精霊を呼んでみな。助かる道があるはずだ。私帰りたくない。生きるんだ。そんなに嫌な世界ならいずれ俺が滅ぼしてやる。俺たちには生きる力がある。なぜそれを抑え込んだままでいかなきゃいけないんだ。うおー、なんちゃらかんちゃら。精霊、俺に従え。マチルダ、悪魔野郎、マチルダに何をした。気がついたようだな、嫁。あれ、戻ってきた。お前どっちにつくつもりだ。俺について正義をなすのか、それともダナイのように悪魔をかばって人を敵とするのか。え、これは、俺はダナイにつく。お前が選んだ運命だ。受け入れるがいい。奇戦となった。いいだろう、俺の力見せてやる。剣対剣。向こうは体験か。必殺技を使ってきたな。おっとっと、かっこいいんだけど。俺も見せてやる、無音殺。かっけえ。1ゲージくらい減らせられるか。あ、しかも暗闇になってる。しかしこれが安定。何、やるじゃないか、エスカで。これ食らったら多分似たような感じになるんだろうな。俺の無音殺と。もう一回使ってこい。それが貴様の最後だ。ちょっと隙を見ないとね。
決まりだこれさ、あれ当たらないといけないっていうのが辛いよな。もう殴り殺そう。貴様は俺の逆鱗に触れた。ポキール夢の誘い終わり。てかなんか最後の終わり方がよく分かんなかったけど、まあ時間的になかなかいいところだと思いますので、次の話は次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。